はい、どうもゆたです。今回はですね、もう11月なんで、1月でもう6年目になるんですけど、この VAB、なんかね、片言音が鳴ってて、なんかピロとかその辺のあの音かな、片言言ってたんでかなと思ってたんですけど、あのふとジャッキアップした時にあのちょっと気になっていろいろ見てたんですけど、スタビライザーがねすごい、もうブッシュが死んでてカタカタ動いてたんですよ。でこれが片言言ってる原因だなっていうので判明したので、ちょっとブッシュを、スタビライザーブッシュをね交換していきます。で多分他の皆さんももしかしたら結構ブッシュなんでね、劣化して痩せてっちゃったりしてなると思うんで、僕の場合はねドン柄だし、まあいろんなところをねピロだったりスタビライザーリンクなんかもピロになってるし、その音っていうのはやっぱりこうダイレクトに伝わってくるんで、ちょっと気になる音、僕イオンに関しては別に気にはならないんですけど、ただの音はね、ただその音を検知すると自分自身がどっかが外れてんじゃないかなとか、どっかが緩んでんじゃないかって、そっちの嫌な気持ちにはなるんで、ね、例えばピロの音でカタカタ言ってるとか、そういうのは全然もう、ね、ビビリオンとかね、全然気にならないんで、もう窓なんかずっとジリジリ言ってるし、そういう音は気にならないんですけど、原因がね、悪い原因じゃなければ。ただ今回はスタビライザーのブッシュがもう、痩せてね細くなっちゃって、スタビライザーが多分効いてないっすよね。多分スタビライザーのブッシュが痩せちゃってると、もうスカス、多分すごい、ちょっとこれから見せるんですけど、結構もうスカスカ動くんで、それをねちょっとブッシュを交換していくんですけど、新品のただ純正のブッシュに変えても面白くないっていうのと、値段はもちろんね、すごい安いです、多分。1000円しないんじゃないかな。それぐらいだと思うんですけどね。それじゃ面白くないんで、ちょっとスーパープロのブッシュをちょっと取り寄せてね、輸入して、今回購入したんで、ちょっとそれに交換していきます。で、サーキットとかで、縁石乗ったりとかするときに、結構バタつきが収まらないまんま、こうバタバタする感じがすごいあって、なんでだろうなって思ってたんですけど、もしかしたら、それの、スタビノが原因なのかもしれないんで、やっぱロールを抑えるものなんで、こうね、ロールをこう、抑えてくれるっていう意味で、もしかしたらちょっと強化にしたらこれ意味あるんじゃないかなっていう、例えばインリフとかね対策されるとか、ちょっとね結構期待してます。でスタビライザーもちなみにクスコの強化入ってるんで、でスタビライザーリンクは両方ともショートになってます、しっかりと。はい、という感じでやっていきます。はい、でこちらがブッシュですね。スーパープロさんウレタンのブッシュになるんで、すごい、まあ硬いんですけど、ただ結構まあ聞くところによるとすごい高耐久、10年ぐらいいっちゃうみたいなんで、まあちょっとね高いんですけど、こちらにしました。フロントの24倍のやつも多分最近出たっぽくて、後ろのリアはあったんですけど、で前後で買いました。1個7000
ぐらいするのかな、5000円、5、6、7000円ぐらい、ちょっと前後で違うんで値段。はい、はい、でスタビライザーっていうのがこの棒ですね。足左右につながってますんで、スタビライザー作業するときっていうのは、あの片方右側だけ上げても、要はそれがロールになってるんで、ロールすると効くんで、ちゃんと後ろやるなら後ろを両方上げてあげないと作業できないです。で問題の緩いっていうのがこんな感じで、このね、多分カタカタ音が結構室内に聞こえてて、高速道路とか、まあアンジュレーション悪いところ行くとこれがカタカタ鳴って、なんだ、なんか外れてんのかっていう風な感じになったので、まあ、気づきました。はい、これここが多分痩せてきちゃってるんですよね、ゴムプッシュなんでね。これをちょっと強化に変えていきます。ほんじゃまずブラケットからちょっと取っていきましょうか。これこの前まで壊れちゃったかな。このラテラルのね、根元が硬いんだよね。よっ、よし、おう、よし、緩んだ。全然取んなくてもいいね。うん、これにゃるほど、にゃ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 るほど。よし、じゃあこれでスタビのリンクも取らないとダメだね。スタビリンクも取っていきます。よいしょ、よし、抜けた抜けた、よいしょ。あ、このプッシュ、あ、なるほどね。パカーン、パカーン、何やっとんねん。はい、そしたらこちらをつけていきます。でこのインストレーショングリースっていうのがついてるんで、この中とここに当たるところにつければいいのかな。ちょっと、うわっ、うわっ、わお、滑りがいい。おお、中がザラザラしてる。これな、これ何のタイプだ。すげえな。おい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 、何の話だよこれ。おい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 、おお、きついね。おお、これどんぐらい塗りゃいいんだろう。ここはいらないか。これ手拭かないとダメだ。
こっちのなんか飛び出てる方をこっち側だと思うんすよね。動かないようにストッパー機能みたいな感じだと思うんだよね、多分。よし、はい、パッカン、パッカン、おい、開けおめえ。キャー、お前、かてえな。お前入れたことねえのか。入った、よしあと反対もやっていきます。はい、で今とりあえずちょっと仮付けというかつけたんですけど、なんかねクスコのもしかしたらこれ太いね、強化だから。で強化っぽくてまだ完全に染み込んではいないんだけど、ちょっとね隙間が、できるっぽい。こういう感じで閉まんないんだよね。でさらにこれをこうつけてたんですけど、これの厚み分増えるので、で完全に締め込んでないけどもこんなにガチガチだから、もう軽量化として今のブラケットの補強ステーは取っちゃおうかなという感じです。これでもうちょっと締め込めるとこまで締め込んでみて様子見てみようと思います。で一応今締め込んでみてこんな感じで、一応座面はついてます。ここに上隙間はあるんですけど、もう超絶がっちりついてるんで問題ないと思います。はい、一応もうクスコの強化品で太くなってるかもしれないんですけど、一応つくはつくっていうことだけお知らせしときます。フロントもまあ一緒です。ここにまあこうブラケットがあってスタビリングがあって、ちょっと緩めてっていう感じです。はい、変えていきます。今仮止めではあるんですけど、やっぱそここちょっと隙間はやっぱりちょっと多少できますね。これでいいのかもしれないな。フロントも一応ね穴同じっぽいんですけど、内径ね、内径同じっぽいんだけど、どうしても隙間ができる。はい、一応ね取り付け終わりました。そんなに隙間はできてないかも、フロントはリアより。はい、こんな感じです。あとまあ乗り心地なんかはちょっとこの後試乗してチェックしてみたいと思います。はい、ブッシュつけてですね、しばらくちょっとだいぶ乗ったんですけど、いやすごいね、やっぱブッシュゴムってやっぱ大事なんだなって思いました。首都高とか、まあ、しばらくちょっと下も走ったんですけど、結構ね、バタつきが収まって、まあ、ロールっていうよりかは、まあ、なんかこのちょっとストロークの制御じゃないけど、こう、なんだろうな。ちょっとストロークに腰が、できたような感覚で、すごいね、路面アンジュレーションがすごい悪いところもこうなんか路面に食いつくような感覚にはなりました。なんですごい
あの満足してます。ただ、それはサーキット走ってどうなるかっていうところもあるんで、ただ今のところは、すごい感触いいんでちょっと楽しみにしてます。はい、という感じです。